こんばんは、日常演武です。本日はちらセブンイレブンで販売されていた味噌キムメシを食べたいと思います。いやー、でこれ撮影してるのはちょうど、2020年8月31日でちょうど台風10号が来るか来ないかみたいな状態だったんです。台風に備えて何か保存食でも買っとこうかなと思ってセブンイレブンに行ったら1個だけ買えたんですよね、味噌キムメシ。残念ながらラーメンの方は買えなかったんですけど、もうこのご時世では飯が食えるだけでも本当にありがたいので今日食べていきたいと思います。味噌食べてほしいとかリクエストとかいろいろあったんですけど、本当再販の日程が合わずに買えなくて、今日ようやく飯が食べられるので自分自身も楽しみです。それでは早速準備していきます。あ、ちょっと待ってください。開けた瞬間にもう味噌の香りがすごい。油は最後に注いで、これで5分待つのでしばしお待ちを。はい、出来上がりましたので、ちょっとこぼすと嫌なので慎重に慎重に、これ以上無理です。最後にこちらの特製油を垂らしていただきます。味噌の香りがすごいです。あ、では、味噌の味が本当に濃厚で、それがご飯によーく染み込んでるんですよね。最初からご飯が入っていることでね、ラーメンの残り汁にご飯入れるとか自分もやることあるんですけど、それとは全く違った味わいがあります。ところどころに入っている具材のコリコリとした食感がしっとりだけとはまた違う、なんなんなん、独特な美味しさがあってとても美味しかった。濃厚味噌ラーメンでも食べてみたいので、セブンイレブンさんどうかラーメンの再販よろしくお願いします。で、味噌は自分で食ったからどうでもいいんだって突っ込まれそうですけど、もちろん味噌キム飯ももっと大勢の人に食べていただきたいので、どうかまたさよろしくお願いします。というわけで、本日食べた味噌キムプレミアム、なんで感じたところで噛むんだよ自分は。まあもう味噌の濃厚さ等に文句なしで美味しかったので6点とさせていただきます。さて、今日はもうセブンイレブンさんのお願いと味噌キムプレミアムの感動で胸がいっぱいなので、最後のコーナーはなしでもうこのまま締めたいと思います。どうかまた再販された時にはあなたにもぜひ食べてほしいです。セブンイレブン再販していただけるととても嬉しいです。そして視聴してくださったあなたがチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけてもとっても嬉しいので、どうかよろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演武終了。